この魚ジャパンフェスは四方を海に囲まれた日本の大切な食文化、栄養豊富な魚食の活性化を目的に開かれている日本最大級の魚介グルメフェスティバルです。初開催は2019年2月、その後新型コロナの影響で中止となり、去年2月に4年ぶりに復活。4日間で過去最高のおよそ20万人が来場しました。そんな集客力を誇る魚ジャパンフェス、3回目を数える今年は全国から魚料理が自慢のおよそ80店が出店。旬で新鮮な魚介を使った海鮮丼、全国各地に伝わる漁師飯や郷土料理、海鮮パエリアなど和洋中の魚介グルメが提供されていました。昨年初めて参加させていただいたんですけども、本場和歌山の新鮮な生のマグロを関東の方々に味わっていただきたいなということで、和歌山からこのキッチンカーでやってまいりました。ぜひ和歌山お越しの際は黒潮市場をお立ち寄りいただいて、楽しんでいただければと思います。和歌山でもお待ちしております。そして食べて応援日本の幸と題したエリアも開設。こちらでは中国の輸入停止の影響を受けているホタテなど北海道三陸地域の厳選魚介料理と、能登半島地震で被災した石川県の特産品能登牡蠣が提供され、来場者は日本の幸を食べて応援しようと買い求めていました。石川県の能登半島からこの間地震のあったとこから来たんですけども、向こうにいても被害がすごくて仕事になかなか戻ることができませんので、ここに来させてもらってここで一生懸命頑張りたいなと思っております。能登半島の牡蠣はちょっとよそよりも小ぶりです。ちっちゃいけども、味は決して見劣りしません。味も香りも色も艶もとっても美味しい牡蠣ですから、ぜひご賞味いただければと思っております。また東日本大震災からの復興を応援しようと、発見福島お魚祭りと福島スイーツフェスティバルも同時開催されました。屋外フードフェスの聖地と呼ばれる代々木公園でも屈指の集客を誇る魚ジャパンフェス、初日はあいにくの天候となりましたが、各ブースの皆さんは美味しい魚料理を大いに PR していました。